吉田さん、この前ね、このイヤホン、ワイヤレスイヤホンまた買っちゃったんですよ。これね、当然瀬戸康史さんじゃないですけども、レビュー動画しました。で、3日ぐらいしたらね、なんかちょっと調子悪いんですよ。なぜか片っぽがどうしてもね、起動しないんですよね。まあだから早速、これまあ3000円ぐらいだったんで、次のやつを注文しました。これはね、1200〜1300円だったんですよ。これはちょっと大きいんですけども、すごくね、分かりやすいというね。で、これはちょっと調子がいいんで、おっとっとっと、これをメインで使っていこうかなと思うんですよね。でも今日紹介したいのはこの2つのイヤホンではなくて、実はねこれなんですよね。大きいでしょ、箱が。こういうふうな形でもう出してるんですけども、これはねちょっと大きめのほらイヤホンのケースになってます。で、これパカッと開けるタイプなんですよね、磁石で。で、中に入ってるのがこんなやつです。こんなやつなんですけども、ちょっと大きいでしょ。なんでこれを紹介したいかというと、多分ね、その意味が分かっていただけると思います。こうやって引っ掛けるんですけど、引っ掛からねえの。まあ引っ掛けるんですけども、引っ掛かると思いますから、そのうちに慣れれば。こういうふうにやってやるんですけども、これね、なんとね、これつけるじゃないですか。で、もう片方を目の前の人につけてもらうんですよ。で、私これからね、バイリンガル、要するに多言語を使おうかなと思うんですけども、目の前にいる人が例えばね、アラビア人だとするじゃないですか。アラビア人の人はアラビア語喋ってますよね。まあ何語か分かりませんけども、その人にこれを渡します。で、私はこれをつけます。お互い耳につけた状態で、私は日本語で喋ります。相手の方はアラビア語で喋ります。そうするとこれがね、リアルタイム同時翻訳をしてくれて会話ができるというやつなんですよ。これすごいでしょ。これがだから80数カ国語だから、これがあればもうすでにですね、通訳いらないみたいなね、そんなアイテムなんですよ。で、これが、まあ、これが言いたいことの一つなんですけども、これをね、買おうとすると、大体ね、2万円から3万円するんですけども、私の検索能力をもってすると、5000円しない金額で同じのが買えるんですよ。だから情報ってすごいですよね。私はね、だからね、買うときは最安値で買えて、しかもこれ5000円弱で買ってますんで、例えば1万9800円で転売しても、多分市場価格が2万5000円ぐらいなんで、私儲かりながら売れるんですよね。これすごくないですか？だって私最初にこれを買おうと思った時って2万9800円とかだったんですよ。2つ買ったら5万5000円とかで、サービス価格だったんですよね。で、安いなと思ったんですけども、私は今ね5000円で手にしてるんですよ。3800円だったかな、そのぐらいで手にしてるんですよ。なんなんやって感じですよ。この一つの製品がリザヤ抜いてリザヤ抜いてリザヤ抜いて、そして店頭に並ぶ時には2万とか3万になっているってことなんですよ。しかもね、これね、私ね、通販である家電量販店から買ってるんですよ。だから店舗に納品した価格って大いくらなのと、いくらなんだよって話になりますよね。というふうなね、ちょっと変わったレビュー動画でございました。ということで、物を知ってるって、その物の扱い方がだいぶ広がるなっていうお話でございます。同時通訳できちゃうというね。これからインターナショナルスクール行って、私はね、日本語が使えない環境に行きますんで、これを使ってね、ちょっと楽しませていただこうかなと思います。それになってもね、いつになったらね、海外旅行できるんですかね。もうね、海外に住むとか、海外の金融資産を使っていくとか、そんな思いはもう、ね、私ね消しておりましたよ。もうこのまま日本で住みたいなと思っております。いってらっしゃい。